マルホン大吾は、日本の作曲家、編曲家、マンドリン奏者。大阪府大阪市出身。5歳よりエレクトーンと楽天の基礎を学び、高校時代は、ロックバンドにて活動。大学より、マンドラをはじめ、留国大学マンドリンオーケストラマンドラ主席奏者、アースノバマンドリンオーケストラマンドラ奏者を経て、アルテマンデリーニスティカ及びアースノバ、マンドリンアンサンブルにて、 マンドラ奏者を務める。作曲活動は、高校より開始、アースノバ解散公演のための、アースノバ組曲、組曲、森の鼓動を、はじめ、数多くの作曲衣食を手掛ける。マンドリンオーケストラ曲のほか、アンサンブル曲、独奏曲、編曲作品などがある。マンドリン、マンドラを井上康信に指示し、火星法を久保田隆に指示している。 第2回大阪マンドリンコンクールフェスティバルの作曲部門で自身が作曲した交際がアンサンブル部門にて第3位入賞、フォープレリューズ独創曲部門で入選した。TS プロジェクトに所属し、プラネットスピリタのメンバーとして活動していたが契約を解除した。ありがとうございます。